はい、皆さんこんにちは。シンガポール在住 YouTuber のジボイさんです。今日は外国人、とりわけシンガポール人が初めて日本に来た時にびっくりしそうなことランキングを発表します。いらっしゃいませ。わー、ラオ、オーマイガー、This is like heaven. Got so many food. 麻婆豆腐、ラーメン、焼きそば、スパゲッティ、焼肉弁当、So many varieties here. Yalo, also got a free clean toilet to use. I can live here, la. Hey, look at this. Even got underwear if you forgot to wear. E. Hey, Xiaomin. Wow, la. Even got the free Wi-Fi, le. シンガポールのコンビニは日本みたいにもううまいグルメ、USB ケーブルとか衣服とか何でも売ってるわけではないので、テンション上がるのは容易に想像できますね。なんなら日本人の僕ですら、たまに日本帰ってコンビニ行くだけで、1時間余裕で潰せたりとか、テンションがすごく上がります。まず飲み物のラインナップが、はい、札幌クラシック、きゅうりの酢の物、道産タコの白菜キムチ、道産豚肉のチンジャオロース、麻婆豆腐丼、異次元のうまさで、シンガポール人だけじゃなくて海外の人みんなやっぱり日本のコンビニにテンション上がるみたいで、YouTube にも実際、英語の動画とか中国語、タイ語、いろんなあらゆる国から来た人が動画上げてるんで、それ見てみると結構面白いですよ。Hey, Xiaomin, look at this. Like that, can me?日本では割とオープンですが、シンガポールでは考えられないですね。規制はかなり厳しいです。Alcohol and tobacco is crazy cheap in Japan compared to Singapore. If you go to a local izakaya in Japan, you can get one mug of beer for only 5 USD. In Singapore, that can cost double. ただどちらかというとビールよりウイスキーとか、度数が上がりにつれて酒税が高くなります、シンガポールは。なのでビールは意外と、同じぐらいの料金で手に入る場合もあるんですが、ウイスキーとか、ワインとかは明らかにシンガポールのは高いです。Same thing goes for tobacco. One pack costs around 5 USD in Japan, whereas in Singapore it will cost around double. Because beer and tobacco is so much cheaper in Japan, there are so many Singaporeans becoming like this. So good and cheap. Do you get fined if you taco? 実際そんな疑問を持つシンガポール人がいるのかどうか分かりませんが、シンガポールの場合はもう何でも罰金。例えばトイレ流さなかったら罰金、鳩にトイレあげると、鳩に餌やりすると罰金、地下鉄で飲食すると罰金、いろんなあらゆる罰金制度があります。なので、もしかしたらそういう、これ罰金なのっていう心配をするシンガポール人もいるんじゃないかなと思って。革靴はおかしいな。でも本当にシンガポール人のファッションって基本あんな感じです。サンダルに、半パン、 T シャツ、それだけ。かなりラフ、すごい日本の基準で考えると適当です。一言で言うと機能的なんですよ。見た目より機能を重視するって人が多いような気がします。日本みたいにこんな暑いのに重ね着するとか多分考えられないですね。シンガポールが一概にしてダサいっていう意味ではなくて、TPO を意識している人が多いイメージです。その辺の近くの近所のモールに行く場合は適当な格好、当然いいレストランに行く時とかはきちんとドレスアップします。日本の場合は例えばコンビニとかスーパーに行くだけでもちょっとしたプレッシャーがあるじゃないですか。きちんとした身だしなみしなきゃ。下のスーパーで醤油買いたいだけなのに一応ちゃんとした服着るとか、シンガポールはそういう考えがあんまりなくて、もうそういう場合はもう適当な格好だから、結構生きるのが、生活が楽ですよね。はい、いらっしゃいませ。商品をお預かりしますね。ピッピッピッ。お会計2000円になります。クレジットカード、
あーすみません、当店現金払いのみなんですよ。はあ、何でもクレジットカード決済、アプリ決済のシンガポールになれると日本は少し不便に感じるかもしれませんね。シンガポールでは屋台料理以外は基本的にアプリで決済もしくはクレジットカードで決済ができちゃいます。で、僕がシンガポールで便利だと思うのは、あのクレジットカードかざすだけで決済できちゃうんですよ。これ僕が利用しているシンガポールのクレジットカードなんですが、これをピッてやるだけでもう一瞬で決済できちゃう。これ PayWave っていうんですが、あんまり日本では普及してない印象です。あとは IC カードですね。これもあの駅の券売機でクレジットカードで入金できちゃうんですよ。ただ日本も PayPay とかあの電子決済を今頑張ってるところだと思うので、あの将来そういうのが普及することを期待したいですね。PMD っていうのは Personal Mobility Device という略で、電動スクーターのようなものですね。ちょっと見せよっか。これに椅子がついた電動版だと思ってください。で、そういうのに乗った人が歩道を爆走して、事故が多発したので、シンガポールでこの前違法になりました。ただそれでもやっぱり乗る人が未だにいます。だからシンガポールの、まあ、特に僕の近所とかは、あの、怖いんですよ、普通に歩いてて。だから、あの、何、歩くとき、歩道を歩くときは左にこうやってこんな感じで寄るようにして歩きますし、常にこの後ろはチェックしますね。なんか走ってこないか。シンガポール人と同じ悩みを抱えてる方多いと思います。だからこそ、あの、日本ではね、そういうのあんまり走ってないから、やっぱ安心しちゃいますよね。ただまあ、日本は日本でチャリ怖かったりしますけどね。わあ、first time to Osaka. Okay, let's find a takoyaki shop. Wait. I thought we're supposed to stand on the left. Why here different from Tokyo? Ah. 東京は左なのに大阪は右。で、確か京都は左なんですよね。だからなんか、It's so confusing. 同じ国なのに地域ごとに左と右立ち位置が違うのはかなり珍しいと思います。ちょっとこれ思いつきですが、シンガポール人の家主さんにもあの日本のカルチャーショック聞きましょうか。Last time you went to Japan, right? Yes, yes. Like, how did you feel? Like, did you have any culture shocks? Or, like, what did you like or what did you not like about Japan? Japan? Well, in fact, everything I like, especially the food. Wow, Japanese food. Don't they have a lot of seafood, you know?Seafood. Ah, shock is shock. What else did you like or did you not like? I like the donkey there also. Donkey. Better than Singapore. The things very cheap. Cheaper, right? Things very cheap. Over there, very cheap. Everything also cheap. Yeah, cheap and good. Cheap and good. Yeah, cheap and good. Where to get? What did you... In Japan. Okay, so what did you not like about Japan? Not like, yeah.Actually, in fact, everything, everywhere I like. Except when the weather turns warm, right? Start to turn warm, I think I think summer is it? Right. Then that one I don't like already. Yeah, you went at the best season, right? You know it gets hotter in Japan? In summer. Hotter than Singapore. Yeah. Over 35 degrees, but humid. Okay. One thing I forgot to mention.About Japan, right? That, wow, I tell you, I truly love the bento. You know, the bento is so colorful. The bento. Got orange, got yellow. Got so many colors. Especially I like to eat the seafood one. Summer is so cheap. Wow. So many ingredients. You know? Yeah. And then summer is so cheap. Wow, I really, cheap. I really enjoy it when I'm in the train, you know. Really the Shinkansen bento.Yeah, and one thing, I love to go to the street, to shop. You know why one thing? Because, they are all wrapped like parcels, you know. So every day, when I go there and shop and buy things, right? It's like every day got birthday present, no? Yeah, I go back only, like keep on opening present like that. It's so happy, fun, you know? But do you know some people think it's waste of plastic and stuff? Plastic? Waste of plastic.If you wrap nice, you're using plastic. I see. Does that change your mind? Not really. I think. Not really. Okay, thank you so much. Yeah. まとめると、ご飯が安くて美味しい。Okay, that is all. Thank you so much for watching. I think I covered most. Well, I wouldn't say most. Sorry. I covered a lot of the typical culture shock
the Singaporeans might have in Japan. But I'm pretty sure I missed something, so please leave a comment on your first time experience in Japan. まあそんな感じですね。もし面白かったらチャンネル登録とあとグッドボタンお願いします。ではありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。ジップランサーリオ。